一時レーダーの原理一時レーダーは電磁波で空間の大部分を照射しその空間内にあるターゲットからの反射波を受信する従来からあるレーダーセンサーである。よってこの用語は潜在的に非協力的なターゲットを検出及び位置を特定するのに使われるレーダーシステムを指す。これは航空交通管制の分野に特有のものであり。 ターゲットのトランスポンダから追加の情報を受信する二次レーダーとは対照的である。このタイプのレーダーは低垂直分解能アンテナを用いるが水平分解能は良い。一つの行角で周囲を360度素早くスキャンする。よってターゲットの距離と半径速度を高精度で提供することができるが垂直位置と実際の速度を取得するには さらに一つ以上のレーダーが必要である。一次レーダーの利点はターゲットを検出するために航空機に搭載する必要のある機器がいらず、地上の車の動きを監視するために使用できることである。欠点はターゲットと高度を直接特定できないことである。さらに強力な放射が必要であるため範囲が制限されることである。一次レーダーの動作は エコーロケーションの原理に基づいている。レーダーアンテナから放射される電磁パルスは変換され高速で伝搬する狭い波面になる。これが航空機により反射され、その後再び自身の軸上にある回転アンテナにより拾われる。一次レーダーは航空機がトランスポンダを搭載しているかどうかに関係なく全ての航空機を検出する。オペレーターは反射のエコーを検知する。 したがって、360度の空間をカバーする、送信、受信を継続的に実行する。それゆえ、一次レーダーはターゲットが存在する場合、有用な信号を認識することにより位置の検出と測定を行う。一次レーダーの測定にはが含まれる。レーダーは垂直面の4分の1円にある飛行物体の位置を特定することができると言えるが、 ファンビームアンテナを使う場合、そのー度を正確に知ることはできない。この場合、この情報は、複数のレーダーの三角測量により取得する、必要がある。三次元レーダーではこのデータは、個セカンと事情パターンもしくはペンシルビームによる、複数の角度によるスキャンのいずれかを用いて取得される。戦時中のレーダーの急速な発展には、航空交通処理の継続的監視を提供する。 手段として航空交通管制に対する明確な用途があった。航空機の位置に関する正確な知識により通常の手続き分離標準の縮小が可能になり、これにより航空路システムの効率の大幅な向上が約束された。このタイプのレーダーはその設計により航空機、鳥、天気、土地の形状など送信した無線信号を反射する。 あらゆるものの位置を検出及び報告することができる。航空交通管制の目的ではこれは利点でもあり欠点でもある。ターゲットの協力は必要なく電波の照射範囲にあり電波を反射できるだけで良いがターゲットの位置を示すだけでターゲットを識別することはできない。一時レーダーのみ用いることができた場合個々のレーダー反射と特定の航空機との 相関関係は通常、制御装置が航空機の方向転換を監視することで得られた。一次レーダーは今日でも ATC により二次レーダーのバックアップ、相互システムとして使用されているが、その範囲と情報は限られる。クリスチャン・ボルフ、プライマリーレーダー VS、接近デリーレーダー。レーダートトリエル EU、2015年12月24日閲覧。クリスチャン・ボルフ、 アンテナウィズコセカントスクエアードパターン。レイタートトリエル EU2015 年12月24日閲覧。クリスチャン・ボルフペンシルビームアンテナ。レイタートトリエル EU2015 年12月24日閲覧。エアートラフィックサービスサーベイランスシステムズ、インクルーディングアンエクスプラネーションオブプライマリーン接近デリーレーダー。 www.airwaysmusum.com2009、e e、年6月20日閲覧。エアトラフィック、コントロールレーダー。アルゴスプレス。2009年9月18日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2009年6月20日閲覧。接近デリー、サーベイランスレーダー in ATC システムズ、A Description of the Advantages。 and implications to the controller of the introduction of SSR facilities. エアクラフトエンジニアリングエアロスペーステクノロジー2009年6月20日閲覧ありがとうございます。